2810g 中上さん、おー、第4位2870g 寺岡さん、で第3位、3000g 大久保さん、どうぞ。第2位3265g 島本翔吾さん、第1位ですね3935g 加藤さん、おめでとうございます。中流ぐらいの岩盤で最後テキサスで、950が釣れてこのウェイトでした。ありがとうございました。結構ライブラインのが1個入って、あとはもう最後に上路下のところの流れ込みみたいになってるところ、あそこにカバースキャットをポイッと投げて、で、まあ、ドリフトしてレタスの下を歩かせるという転がすうん、初戦20位でちょっととんでもない順位から始まったんで、初戦以降ずっと練習しました。休みの限り全部使いました。初戦20位だったんでちょっと巻き返したかなって感じで、ちょっと嬉しく思っております。使いました。風が吹いた、吹き始めてから、あと大久保さんが言ってたちょっと増水し始めたタイミングでも結構もうバイトが入れ食いみたいな感じで出始めて釣れた感じです。で1時間で4匹かけてこのウェイトになりました。また河口湖に帰ってまた野尻湖で参戦できるときはしたいと思うんで、その時はよろしくお願いします。お疲れ様でした。昨日練習入ったんですけど、まあ釣れてた、ボディがほとんどもうダメで、もうお先に絞って朝から最上流に行きました。昨日も1本ちょっとかけてたんですけど、近くに森屋さんがいたのでわからないように隠して試してたんですけど、もう場所は本当大久保さんたちと一緒なんですけど、使ったリグは、レグアムの 2.5 のダウンショットと41.5です。今年、ゲイリーから先行のいろんなタイプがまたいっぱい出て使ってくれる。あ、これも取って。